今回の熱狂レブナイズは久保田選手に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやーもうね、ブースターの皆さん、まず触れたいみたいなあると思うんですよ。待ち遠しいみたいな。私も少し気になっております。大幅なイメージチェンジされましたよね。はい、見た目から変わりました。そうですよね、はい、ちょっとですね、そのあたりの質問というのもですね、ブースターの方から結構寄せられていたみたいで、まあ、後ほどお伺いしますので、はい、よろしくお願いします、はい、いやもう本当に先週末岐阜戦私実況させていただいたんですけれども、はい、まあ、その少し前ですね、うん、この苦しい時期があって、うんうん、まあ、なかなかこうチームとしても復帰できるか復調できるかっていうところでのやはり一勝をつかみ取った、うん、このあたりはやはりチームにとって大きかったんじゃないですか。そうですね、うん、本当はこうやっぱり2勝しなきゃいけなかったんですけども、まあ惜しくもあの最初の土曜日にちょっと負けてしまったんですけども、そこからまあチームとして立て直してこうカムバックできたことはやっぱりこうチームが良くなってるなっていうところは感じました。その久保田選手ご自身ももちろん出場する時間帯あのありましたけれども、このどういったこの今は意識で戦ってるんですか。まあ、僕が出る時っていうのはまあ、主力選手のファールが混んでたりとか、まあ、あとはこう相手の外国籍選手も主にこう得点源となる選手とこうマッチアップする中で、やっぱりディフェンス面で簡単にやらせなかったりとか嫌がられるようなディフェンスだったりっていうところは常に意識してやってます。残り試合が少なくなってきていて、そのあたりはこうチームで話に出ますか。まあでももうなんかやることは変わらず、うん、こう今まで、まあ、8月9月ぐらいからずっとこう積み重ねてきたものをこう、まあ、変えずにやり続けるっていうところは、まあ、コーチ含めて選手もそういう意識で取り組んでるので、はい、あそうですか。ちょっとブースターの皆さん聞きたいことたくさんあると思うんですけど、ちょっと私もですね、久保田選手にぜひ聞きたいみたいなことがいくつかありまして、はい、よろしいですか。ぜひお願いします。まあ、チームの、まあ、年長として、まあ、この、まあ、シーズンも終盤で、まあ、約1年ほど、まあ、チームを見られてきて、久保田さんから見たこの1年の経過、やっぱ伸びてるのか、こういう意識が変わってきたっていうふうに見えるのか、その年長者としての意見といいますか聞きたいですね。やっぱりまあ勝率がこう物語ってるように、やっぱり去年のことは僕分かんないんですけども、やっぱり去年の成績だけ見てると、やっぱりこう個々のこうレベルもやっぱりこう上がってるのかなとも思いますし、その中でもこう選手一人一人にこうなんていうんですかね、自信だったりとか、やっぱりこう意識、やっぱこう変わってきてるものが、やっぱりこうシーズン通して変わってきてるものとかやっぱあるなと思います。久保田選手から見てもそういう形はやっぱ見受けられる。そうですね、はい、もちろん B1 だったりに所属されていた時期もあって、もう本当にこのバスケを広く見られている久保田さんだと思うんですが、まあ、その B3 リーグでヤバい選手みたいなので AJ さんが他球団から他チームから上がっていたりもしますが、やっぱりその AJ 選手だったりっていうのは久保田さんから見てもヤバい選手なんですか。そうですね、なので結構他のチームだと外国籍選手を、うん、まあ、僕とかのポジションの4番5番に持ってきてるチームがもうほぼ大半な中で、うん、まあ、AJ のような2、3番のプレイヤーが外国籍選手にいるっていうのはすごいこう強みでもありますし、その分こう僕だったり武藤選手だったりっていう日本人のビッグマンのやっぱりこの働きっていうのがすごい重要になってくると思うので、そこは常に自分も意識してますね。でも本当にその今日も僕久保田さんと会った時の第一声は大きいでしたからね改めてやっぱり実況席から見るのと違くて本当に大きいなと。もうその昔から大きかったんですか。僕は徐々に伸びたタイプでして。へえ、あ、これちょっと興味深いなんかそのやっぱ分かれるんですか。もともと大きかった方もいれば、まあ、徐々に急に伸びると言いますか。そうですね、だから190、僕の知り合いで190、はい、僕は198なんですけど、はい、知り合いで90ぐらいある人はもう先に、もう小学校からでかいとかいう人もいるんですけど、はい、僕は中学からこう急激に伸び始めて。あ、そうなんですか。で、中学の3年間で30センチ伸びて、もうじゃあ成長期がすごかったみたいな。いや、もう制服がやばいですね。もう
一回変えてもうこの3月ぐらいになるともうズボンがもうここぐらいバッて上がってるから足りないみたいな。そうですね、だからもう親に言ってちょっと変えてくれって言って、多分3回ぐらい制服を変えたような思いではありますね。そうですか、はい、まあ、平均して1年で10センチ伸びてるわけですからね。バスケ以外のこともお聞きしたいんですけれども、うん、久保さん鹿児島来てこう印象的だったこととかありますか？やっぱり食事のところですね。あ、はい、まあ、僕自身も大分県出身で、うん、九州っていう同じくくりではあるんですけど、うんうん、そうですね、まあ、鹿児島のこう独特な食文化っていうところはすごいあのいいなっていうか自分に合ってるなっていう感じですね。何がお好きなんですか？もう断然鳥刺しですね。大分は揚げるのに刺身でいただいて。鳥刺しって絶対にこう他の県じゃ出さあんまりないし、うん、ね、やっぱりこう新鮮じゃないと食べれないと思うので、はい、それもその鹿児島の鶏肉のこう質がやっぱ高いんだなっていうのを感じますね。あ、鳥刺しがお好きなんですね。大好きですね、まあ、そういったのも聞けるのがこのコーナーの一つあれです。え、お休みの日何されてますか？基本的に、まあ、嫁と出かけたりとか妻と出かけたりとかはしますし、はい、まあ、それに対して、まあ、あんまりこう今こういうご時世なのでアクティブにこうどっか出かけたりっていうのはできないんですけども、うん、まあ、もう少しこう落ち着いたらなんかちょっと遠出、鹿児島市県内でちょっと遠出してみたいなって思います。いや、もう家族思いな一面伝わってきました。ここでですね、少しあの、まあ、ブースターの方から届いている質問もいくつかちょっといいですか？はい。いや、もうついに聞きますよということですが、イメージチェンジについてです。本当にね、あの一瞬でわかる、あれ久保田選手どこだって逆に最初なっちゃったんですけど、僕は新しい髪型似合いすぎてかっこよくて最高ですと。 ありがとうございます。はい、もうナノママさんという方からなんですが、はい、まあ、そのナノママさんの記憶では、まあ、金髪初めてですよねと、うんうんうん、きっかけは何だったんですかとお声届いてます。まあ、なんかこうこれっていうものはないんですけど、はい、まあ前してたちょっと黒髪の長い感じの、うんうん、まあ、自分史上多分一番長かったんですけど、そうなんですね、まあ、正直あれに飽きてきてで、なんかその妻からもこう早起きれ早起きれっていうプレッシャーをずっとプレッシャーディフェンスさせられてて、はい、プレッシャーディフェンス、そうそう、それでもう、はい、もうしびれ切らしてもうファンブルしそうな時にこうイメージチェンジしたって感じですかね。面白い、はい、全部バスケに例えた。はい、分かりやすいかなと思ったんで、僕自身これしか分かんないので。奥さんのハードディフェンスはそれ抗えないですもんね。そうですね、はい。え、金髪は初めて？いや、何年か前に実はやってはいて、でその時結構その時も評判良くて、うん、でまあシーズンがもう終盤に差し掛かってる中で、はい、こうなんか分かりやすく勢いをもたらせるっていうところは、うん、なんかしたいなと思ってたんで、なるほど、まあ、手っ取り早く見た目を変えるっていうところですかね。ああ、じゃあシーズン終盤っていうのも一つ理由にはありながら、はい、まあ、奥さんのハードディフェンスが一番の理由でも本当に似合ってるんですよ。ああ、ありがとうございます。僕なんかが言っていいのかどうかっていうところですけども、ナノママさんのお声も届いてますので、もう一個ありますよ、はい、メタルンルンさんですかね、はいはい、ドゥー様に似ていると言われる件について、はい、久保田さんからお聞きして、これもね、あの実況席少し前西原商会アリーナでしたけれども、ちょっと距離があるんですよね。まあ、もちろんアリーナ大きいので本当一瞬分かんない多分なんか この間の岐阜戦で僕とドゥさんが一緒に出てる時間だったと思うんですけど、はい、あれ僕もビデオで見返した時にどっちかでも背丈もなんか肌の色とかも一緒だから、そう、あれって僕自身もちょっと迷っちゃったりして。あ、じゃあブースターの方が言ってるのは別に久保田さんも、まあ、了承してない。そうそうそう、あ、なんとなく分かるなみたいな感じですね。僕がもうドゥさんに寄せちゃったんで、なんか僕が弟みたいな感じになっちゃってる。寄せたんですね。いや、寄せてはないですけど結果寄せた形になっちゃって。あ、なるほどなるほど。だからあのチームメイトからドゥさんが兄貴で僕が弟みたいな、なんかいや僕の方が年上だけど、いやそうですね、感じにはなってますね。あ、そうですね、はい、まあ、ドゥー選手もねこの終盤にかけてこのチームに合流したわけですから、まあ、もうこのチームに馴染みやすいというか、その久保田さんとのその絡みもあったりして、うんうん、このチームに溶け込みやすくなった、そういうところもあるんじゃないですか。そうですね、それもまあ狙ってました。あ、さすさすがですよ、僕さすが自分で言っちゃうかもしれない奥さんのディフェンスとか言いながらも、はい、実はその関心下流のそうですさんのことも考えてる、はい、もうトータルで金髪にしたっていうことで
そういうことにしときましょう。いや、ブースターの皆さん、これ貴重なお話が聞けたんじゃないですか。実はそんな思いが込められたこのイメージチェンジだったということですね。いや、本当に貴重なお話ありがとうございます。はい、真面目な話に戻りますが、はい、B2 昇格っていうのをチームとしては掲げられていて、うん、どう戦っていきますか。まあ、もちろんどの試合も絶対的に落とせないっていうのはもう一緒なんですけども、はい、もう自分たちがこうコントロールできることっていうのをこう突き進めてやっていけて、まあ、そこにやっぱりこう勝利がついてくるというのが形ですかね。もう今までやってきたことを変えずに継続してやり続けるということが重要になってくるかなと思います。今シーズン、そのコロナ禍の中でこの1万人を、ね、会場を超えるっていうニュースも先日ありました。まあ、西原商会アリーナで最終のホーム戦、今月の23日24日ですかね、うん、そのあたりのまあ意気込み、久保選手ご自身の意気込み、そしてあのブースターの方にメッセージもあればぜひよろしくお願いします。まあ、最後のホーム戦ということで、皆様にこう勝利をお届けできるように、選手一同こういい準備をして、やっていきたいと思ってます。ぜひ会場でお待ちしてます。レベナイズの強いところ見届けてください。ありがとうございます。もうドゥ選手とね、久保田選手一発で分からないとダメですからね。もうこの話を聞いた以上は優しさの金髪でしたから。これはもう一発で皆さんも会場でね、見分けていただきたいなと思います。いや、本当に今日はお越しいただいてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。もう最終8節ですね。8試合ですね。はい、もう KKB も本当にもう今年からこうやってレブナイズさんに関わらせていただいて、はいはい、本当に盛り上がってますから、はい、僕ずっとこの番組待ってたんで、あ、よかった、今日本当に呼んでいただいてすごい嬉しかったです。はい、僭越ながら私でした。ありがとうございます。ありがとうございました。KKB ももちろん頑張ります。そして、県民もですね、はい、一丸となって応援しますので最後まで頑張ってください。はい、今日ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。